はい、こんにちは。健康情報をあなたに提供する恵西戸鍼灸整骨院院長の福井です。先日こんな患者様がいらっしゃいました。風邪薬を飲んでるんやけど、風邪の予防に飲んでんねん。それってちょっと違うじゃないですか、ということでこんなお話をさせていただきました。風邪薬予防に効果ある？はい、このテーマについてお話ししていきたいと思います。で、お話に入る前にちょっと皆さんにお伝えしたいことがあります。この動画はですね、分かりやすいように説明させていただいています。分からないところとかはテロップが出たりだとかホワイトボードに書くんですけど、それ以外のところっていうのは流し聞きですね、聞きながら何か作業をしていただければ一番いいかなと思いますので、そういう聞き方もしてみてください。はい、それじゃあね、本題に入っていきたいと思います。そもそも風邪っていうのは風邪症候群っていうものなんですね。風邪症候群っていうのは鼻とか喉とかそういったところの炎症を引き起こすものなんですよ。その急性の炎症が起こるものを総称して風邪症候群って言います。その炎症があることで鼻水が出たり喉が腫れて痛くなったりするわけなんですけど、炎症っていうのは体の免疫反応なんですね。免疫反応っていうことは体の中に入ってきた悪いものを外に排出するために働いています。で、その悪いものっていうのはウイルスですね。風邪の場合はほとんどがウイルスです。で、この時のウイルスなんですけど、たくさん種類があります。皆さんご存知なのもいくつかあると思うんですけど、3つほど、例に挙げてみたいと思います。1つはライノウイルス。ライノウイルスは春とか秋とかに出てくる一般的な風邪と言われるもののウイルスです。風邪の 30% から 40% がこのライノウイルスだと言われています。2つ目はコロナウイルスです。コロナウイルスは冬に発生することが多いウイルスで、鼻や喉の症状を引き起こすことが多いと言われています。ただこのコロナウイルスは比較的軽症なものが多いです。で、3つ目、皆さんよく知っているインフルエンザウイルスですね。今結構流行っているんですけど、秋とか冬とか季節の変わり目から寒い時期にかけて大発生する高熱を伴うウイルスになります。これらのウイルスを体の外に排出しようとする働きが免疫反応、炎症であって、それを無理やり抑え込もうとしているのが風邪薬なんですね。はい、では2つ目のお話になっていきます。2つ目は風邪薬の種類は2パターンあります。2種類の風邪薬があります。1つは抗ウイルス薬、そしてもう1つはその症状を抑え込むための薬になります。一般的に使われている薬は2つ目の症状を抑え込むための薬になります。喉の痛みなら喉の炎症を抑える薬、鼻水が出るのなら鼻の粘膜の炎症を抑える薬になります。なのでこの薬を飲んだからといって症状は確かに改善します。鼻が出なくなったり喉が痛いのが引いたりします。ですが、それで症状が抑えられたからといって治ったわけではありません。ここが注意するポイントです。もしあなたが風邪薬を飲むことで風邪が治ると思っているのであれば、それは大きな間違いです。風邪を抑え込んでいるだけ、症状を抑え込んでいるだけなので、まだまだしっかり治っていないのが正解です。そもそもお医者さんの中には、自分の子供には絶対に薬は飲ませない、風邪薬は飲ませないというお医者さんもいらっしゃいます。インフルエンザなんかの高熱が出るようなものであれば例外ですが、一般的な風邪症候群に対する薬っていうのは実のところないんですよね。なので無理に症状を抑え込むような薬ではなく、しっかりと体を温めて休んで、しっかり寝るっていうのが一番正しい風邪の治し方になりますね。3つ目のお話なんですけど、そもそも、風邪薬に頼るのではなく、しっかり風邪にならない、風邪と戦える体を作っていくっていうのが一番大切な話になります。風邪をひかないためには、先日動画を投稿した手洗いうがいのお話、この辺にちょっとバーが出てくると思うんですけど、それを見てみてください。しっかり手洗いうがいをすることで、風邪の予防になります。そしてもう一つはウイルスに戦うだけの体力をつけること、運動をすることが大事です。運動をすることで基礎代謝力、体温が上がってウイルスが入ってきてもそれに対抗するだけの力っていうのが体に備わることができます。運動する時の注意点なんですけど、毎日する必要はありません。数日に1回、週に2回か3回ぐらいですね、20分ぐらい軽く散歩するだけで大丈夫です。しっかりジョギングして体力をつけろ、筋力をつけろというわけではありませんので、定期的に続けていただくことが一番大事になります。それじゃあね、今日のまとめに行きたいと思います。1つ目、風邪薬は症状を抑えるだけで風邪を治してはくれません。2つ目、風邪をひいていないとき、症状が出ていないときに風邪薬を飲む必要はありません。風邪の予防効果っていうのは風邪薬にはないですよっていうお話です。はい、3つ目、
薬を飲むくらいなら風邪をひかない体をしっかり作りましょう。手洗い、うがい、運動っていうのをしっかりして、もし風邪をひいてしまったら早く休むようにしてください。そして、何も食べない、食事を取らないっていうのも健康になるための秘訣ですので、このあたりに前回の動画を上げておきます。ただ補足としてなんですけど、いつもの風邪の症状以外の症状、例えば高熱が出るだとか、耳が痛いだとか、吐き気がするとか、そういった時は何かちょっと厄介なウイルスにかかっている可能性がありますので、早めにお医者さんの診断を受けるようにしてください。ということでね、風邪薬、風邪の時にも風邪の予防にもそれほど効果がないよっていうことについてお話ししました。この動画が良かったな、参考になったなと思っていただければ、チャンネル登録お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お大事に。